はい、どうも、ショーアイテビです。はい、本日はですね、所沢市にあります、亀井スポーツさんに来ております。本日は、雨でね、活動が中止になったので、スポーツが来ました。今回、少年用のグローブをちょっと撮影してね、お伝えしていきたいと思います。僕はグローブあまりわからないので、カメラマンしてくれてる良平ちゃんがね、いろいろ多分言ってくれると思うんで、その辺をちょっと聞きながらやっていきたいと思います。それでは行きます。はい、来ました。まずですね、少年軟式左投げグローブですけど、左投げ僕あんまりこうね、知らないっていうのは、リアルな話なんですけど、見た感じ青もあるし、赤もあるし、黄色もあるし、ブラックもあるし、色結構派手じゃないですか。そうですね、まあ小学校は別にどの色使ってもいいよっていうところなので、そこもまあ少年用のいいところなのかな。なるほど。これウィルソンですね。そうですね。はい、ウィルソンの軟式グローブ、ベーシックラボっていうデュアル加工がされている。はい、どうですか、デュアル加工っていうのは。というのはここが本線が、ここね、はい、これがあるとどうなる、が、あると、そうですね、打球に負けないと、やっぱ一本よりかは強くなるよと。なるほどですね。これお値段が12,000円です。どうですか、見た感じ。いや、かっこいいですね。これちょっと見てくれ、あ、薬指リングっていうんですか、これ見える、入ってますね。入ってるよね。はい、どういう効果がある？動かないっていうところがあるので、そういう面ではグローブの手の中の動きっていうのがしっかりとホールドされるのかなと。じゃあブレないってことね。はい、なるほど。じゃあ次、ワッペいいですか。ワッペ、まあ、ワッペ俺も使ってるんですけど、これグランドデビルっていうやつですね。はい、どうぞ。ちょっと丸そうですね、丸い系かな。はい、まあ、包み込むような、小学校でも使いやすいような感じですね。そう、これ俺が持ってる右用の内野用のやつと同じこの色っていうんですか、うん、色合い全部同じです。2年生か4年生向きのグローブとなっております。はい、はい、でこちらセレクトナイン水野ですね。ブルーラインです、これ。そうですね、まあ、今年から、まあ、水野さん青を入れているので。確かにこのステッチ見てください。ステッチも青ですか。青ですね。素晴らしい、いいね。かっこいい。え、これ良くないですか。かっこいいです。俺が小学生で左利きだったらこれ買ってます。そうですね、目立ちたがりなので。田中将大選手が高校の時とか楽天に在籍してた時に使ってたような、うん、ライムイエローなので。そうそう、限定モデル、限定が。おお、いいですね。これいいっすよね。そそられちゃいますね。これ値段9,600円。はい、だから左利きの方もしかしたらいいかもしれない。そうですね、はい、お父さんお母さんもしよければ左利きで9600円でプラス税ですけど、ね、はい、はい、ここに行きますね。優しいと、これいいかもしれないです。はい、はいはい、そして左利きのキャッチャーミットがありました。左利きのミットを、超新鮮なんだけど。そうですね、珍しいのと、たまに大人の用で使ってる人はいるんですけれども、いるけどなかなかいないと思う。そうですね、セレクトナインのキャッチャーミット、はい、まあ、小学生でもなんかやっぱり左利きの方って一度はなぜかキャッチャーに憧れるという習性があるので。そうなんですよ、僕の友達にも左でキャッチャーミット持ってるやついるんで、ちょっと受けてみたいっていう、やっぱりなかなかできるポジションじゃないので、うん、ちょっとね、興味あるよね、はい、左利きもね。普段9600円と、これも1万円いかないと。そうですね、良心的ですね。良いやつですね。これおすすめですよね。はい、ですね、はい、こちらは右用のミット類が手前で、ね、少年軟式とか、少年にしては大きい気がするんだけど、まあそうですね、高学年向けなのかなと。そうね、エイチセレクション、グローバルエリートですから。そうね、なんか違和感ないですね。ないね。大人用でも全然、大人のちっちゃい用みたいな。グローバルエリートですね、はい、こういう感じでこんなフォルムしております。いや、これかっこいいわ。これ青いミット持ってて、そうです、青いと思ってるけど、赤もいいね。なんか映えるっていうか、映えに、本当にもう、うん、映えばって考えてる子は赤に変わる。同じ色が SSK ですけどね、こっちのなんか片付けされてそうな感じの、なんか若干片付けされてんのかな、若干柔らかめですね。いますね、今すぐ使えるグローブだからか。はい、確かに柔らかい、うん、柔らかい。小学生って握力が違ったりだとか、確かにね、あとは週1週2の野球だけなので、なかなか、うん、まあ、柔らかくならない、といったところだと、まあ、すぐに使えるのはいい点なのかなとは思っております。そうだね、確かにこれはいいですよ。お、これどう？これオールラウンド、多分ソフトバンクの上林選手。これは6年生ですかね、6年生向け。これ、ね、L サイズって書いてあるんですよ、6年生から6年生って。やっぱこういう風にサイズでね、大きさとかで、はい、何年生向けですよってやってる
亀井さんさすがだなと思います。だいぶありがたいですよね。わありがたいです、かなり、はい、張りが少年用のグローブなので張りがすごいです。張りがすごい、本当にね。で、これ限定カラーらしくて、これも今年の、ダイバーシティブルーっていうんですかね。はい、はい、水野さんがプロ契約の今年の選手が使ってるのがこの青色のラベルなんですけれども、なんか2020年、もともとまあオリンピックのというところでなんかそこの限定のような作り出した色みたいです。なるほど、すごい浮いてるから。はい、もともと僕がグローバルエリート小さい時見てたのがシリコンラベルだったんですけど、今はもう糸ラベルの、はい、立体に変わってるので。少年用ですけど2万円します。でも少年用で6年生なんで、どうなの、中学でも使えるんですかね。そうですね、僕も中学校入った時なんかはやっぱりポジション1年生の時は固まってなかったので、そのまま小学校の時に使ってたのを1年間だけ使って、その時にまあ6年生の時に買った少し大きめのものを使っていたので、まあ、耐久性もグローバルエリートなんでいいのを使ってるので。確かにそうですね、まあ、6年生用で、まあ4年生、5年生でも買っても全然、はい、ね、いいですし、非常にいいグローブと思いました。はい、でこちらもですね、同じ、まあ、色違いで、色違いで同じグローブで、こちら少年用の大谷翔平選手モデル、オールラウンドだけど、はい、指カバーあります。はい、まあ、ピッチャーやる人が、そうですね、使うべきかなと。別の守備位置でもできるよみたいな。はい、でこの辺やっぱすごいね、この目立つね。そうですね、で気になるのが前田選手モデル。出ました、これですか。はい、出ました。王冠です。王冠。王冠ですよ。はい。こんなかっこいい少年用あるかね。そうですね。って思ったんですけど、これ平裏に青になってますよ。色もほら、何、刺繍もさ、ちょっとこう、はい、水色っぽい。そうですね。感じにして、はい。でステッチも水色だし、はい、前田選手のグローブだけバックスタイルが王冠なんですけど、ちょっと違うんですよ。菅野選手モデル、どう違う？こう王冠スタイルの中にはみ出しが入ってるんですよ。なるほどね。これが前田選手、今水野の契約選手の中だと前田選手の限定の王冠になってる。ここれ、はい、確かにないね、これ。そうなんですよ。で、メジャーは日本より、色の使いの幅が結構あるので、前田選手はさらにそこで色を変えたりとかしてて、めちゃくちゃおしゃれなグローブが。ラディッシュっていう色ですね、これはね。そうです、うん、値段は1万8000円プラス税となっております。はい、興味のある方はぜひとも購入してみてください。はい、軟式グローブを紹介しました。すごいいいグローブばっかあるので、もし興味がありましたら、亀井さんに来て、購入してみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上であります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは するグローブはこれプラスこちら。見ました、はい、これ、はい、AZ プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何色です。
基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンタナさんの、インスタ貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではあうりょうしたあつお。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm gonna keep it.